き裂かれた花嫁衣装。昔、江戸の外れの村へ一人のおばあさんがやってきた。頭はボサボサで、顔はシワだらけ。そのくせ、目だけがランランと光っていて、なんとも気味が悪い。おばあさんは名前をお松と言ったが、どこからなぜこの村へやってきたのか誰にもわからなかった。お松ばあさんはいつも巡礼の姿で鈴を鳴らしながら家々の戸口に立ってはお経らしいものを唱え、米や味噌をもらっていた。何せお松ばあさんににらまれただけで体が震え上がってしまうのだ。ところがいつとはなしにお松ばあさんは村の中を流れる川のほとりに掘ったて小屋を建てて住み着くようになった。村人たちは出て行けという勇気もなく、毎日やってくるお松ばあさんにあり合わせの食べ物を渡していた。秋が来て近くの村々で豊年祭りが盛んになると、祝言も増えてくる。美しく着飾った花嫁を中心に、刈り終えたばかりの田んぼの中の道をしずしずと進んでいく花嫁行列は、何度見てもいいものだ。今年も嫁入りの季節になったか。あそこの娘さんの嫁ぎ先は大したお大臣だそうな。村人たちは花嫁行列が通るたびに家を飛び出していく。さて、村一番の器量よしと言われた娘が隣村の庄屋へ嫁入りすることになった。大勢の人に囲まれた花嫁が嬉しそうにうつむきながらお松ばあさんの掘ったて小屋の前を通りかかった時だ。小屋の中から飛び出してきたお松ばあさんはいきなり花嫁に飛びつき、その着物を引き剥がした。何をする。そばにいた人が慌ててお松ばあさんを抱きかかえたが、それを振りほどき奪い取った花嫁衣装をめちゃめちゃに引き裂いた。お松ばあさんは引き裂いた衣装を放り投げると、さっさと小屋の中へ引き上げた。不意の出来事に行列の人も見物の人もびっくりしてしまい、どうしていいかわからない。なんてことをするんだ、あのばあさん気でも違ったか。みんな口々に叫んだが、お松ばあさんのところへ文句を言いに行く人もいなかった。あの恐ろしい顔でにらまれると、まるで蛇ににらまれたカエルのようになってしまうからだ。仕方なく花嫁行列は中止になり、祝言も日延べになった。しかし考えてみれば、大事な花嫁がお松ばあさんに襲われるなんて縁起でもない。そこで両方の家で話し合った結果、この祝言は取りやめということになってしまった。ところがこんなことがあってから、お松ばあさんは次々と花嫁行列に襲いかかり、花嫁衣装を奪っては引き裂いてしまう。そのおかげで祝言を取りやめたり破談になったりする娘さんが後を絶たなくなった。そこで花嫁行列の時はわざわざ遠回りをして、掘ったて小屋の前を通らないようにしたり、嫁ぎ先へ行ってから祝言の準備をする家が多くなった。しかしお松ばあさんも年には勝てず、ある日ひょっこり亡くなった。やれやれ、これで安心して花嫁行列が通れるぞと村の人たちは喜んだが、なんと幽霊になったお松ばあさんが飛び出してきて花嫁を捕まえ、その着物をよこせ
と叫ぶ。こりゃお松婆さんのたたりじゃ。葬式もしないで墓に埋めたから幽霊になってさまよっているのだ。そこで村の人たちはお松婆さんのために小屋の後に石の祠を建てて供養したら、やっと幽霊になって出なくなったそうな。